海明さんと大和田亮さんです。よろしくお願いします。なんか2人は学校の生徒生徒だったの、元々ね、何年前だ、ね、もう15年前ぐらいですね。20年ぐらい前じゃない、20年前か、20年前ですね、もう。そんな前か、うん、だから僕がその勝手にその僕は大学行ってて、うん、小見さんはそのバンタンで教えられてたんで、うん、なんていうんでしょうね、こうもっとこういろんな先生に教わりたいという時期で、で小見さんが個人的にワークショップ開かれてるなので、それで僕がそこに通ってたっていう時期があって、でその後もその時期が終わってからも、もう勝手に小見さんのとこに来て、そういう学んでたっていうよりこうお邪魔してたっていう、ね、で上に展示してる田淵真紀っていうのはバンタンの生徒で、うん、それと一緒で、もともとは写真を教えるワークショップじゃなくて、うん、ウェブデザインを教えるんですよ。そうなんだ。そう、それでその時に写真を見るということで、で大和田の書いた本に俺が写真を破ってうまく入れたっていう話が出てくるんだけど、書いたんだ書いたんだ、あれはちょっとね、大和田のそのワークショップやめた後なんだよね。で大和田が本庄直樹っていう、彼なんかはね、作家の道行こうと思って配信したのに、大和田結構慣れた時代でコマーシャルに行こうかどうしようかって、僕が記憶だと、コマーシャル関係の仕事を持ってて、その時にこんな写真見つけて持ってるのかってしてたので、そのワークショップ、だからその田口と大和田と本庄、あと牧野とか、何人かでワークショップやってるし、でそれからはちょっとつながる。そうなんだ。あの時のでもワークショップなんかだいぶ多い割合で成功になりましたね。そうですね。だってなんか5人ぐらいのグループだよね。スケアオグっていう、あれだって大体みんな成功じゃん。そうだから、あそこら辺も小見さんのところに通ってた人が多いとか、てか小見さんのお姉さんって大体みんな成功になってますよ。そうでもないよ。でも最初に僕が行ったのもそれはあったから、やっぱり田島さんとか松尾さんとか、ね、すごい、もうそうそうたる、なんかやっぱりこう写真って、上手い人はいっぱいいるけど、教えるのが上手い人っていないじゃないですか、だから日本にエドワード・ウェストンがいたら、僕はそこに行ったと思うけど、いないし、でそしたら教え子が売れてる人って誰だろう、調べていくとやっぱ小見さんとこ行ってみたいって、なんか僕が写真学校行ってる時にコマアプロとかで100人みたいなのあるじゃないですか、テストセレクションあれ見て、師匠小見明っていう人が何人かいるから、これは無駄かって思う、いたそれはあれじゃない、99年そうか、あの頃の時期、これは一体どういうことだって思うんだよ。ゴミヤキラ、ゴミヤキラ。ゴミヤキラ、ゴミヤキラ、ゴミヤキラ。これは一体どういうことだっていう。いや、俺も行くみたいな。そう。なんでだろうか。何も教えたつもりないんだよ。だって師匠が細江英孝で、もう細江先生に話したけど、売れた人って、例えば森山さんとか出てくるけど、それなんかより多分僕らの90年代後半のリアルな雑誌の中では、びっくりするよ。何言ってんの、師匠。あの時はだってね、だったら俺も教えてもらいたいと思うんですよ。でも大和田の頃は世界に落ちたけど、富士城とか始まって何もアシスタントって教えてないわけじゃない。で田島が一度熊本で出題されて、その話を聞いた時に、いや何教わったって言われてもピンと合ってるかそれしか聞かなかったっていう、これって言って足を押しろって教えたわけないし、そういうのはバンタンもいっぱい生徒いるけど田淵だけだし、やっぱしその受ける側の素質っていうのもあるんじゃない。大和田の時はたまたまそういうのが集まった、
ちょうど90年ってバブル弾けて僕らの時代から次の時代に移る時だから、うん、だから僕のとこいなくても龍谷自身のスタジオに行ってた人たちとかのアシスタントなんかのワークショップとかやってたりとか何もしてるから、それでそういうその90年代後半にかけて出た人たちは全部取り上げて、でも実践的になんか教えたって結構全くない。でもその田島さんとか藤次郎さんをこうアシスタントに雇うときがやっぱ結構重要だったんです。その二人を選んでた。いやね、そこもね、すごいストーリーがあって、当時もバブル弾けたので、ね、あの頃ね、4人いたのよ、アシスタントが。でね、チーフが辞めて、うちに入ったら3年いるまでっていうことだったから、1人辞めるってことになって、3人に減ったのかな。もう一人は預かってる女の子が某デザイン事務所から預かってきてっていうことで、じゃあもうここでもバブル8仕事も減ってきたからいいやっていうところに田島が出会ったんですよ。でね、うちの別れた女房がマネージャーやってて、作品見るか見ないかって何決めるかって電話の書き方で言ってもらう。電話があった時にもしもしってゴミさんの事務所ですかみたいな感じが一発でた。この子見るでしょ。でたまたま田島が電話かけたらよかったんですよ。それでこの子会った方がいいわよって話になった。それで持ってきたらもうなんかわけのわかんないんだけど、一冊学生の時田島がまああいつ成城大学だから、で友達を撮った写真、こういうもう安いね国有のファイルみたいに入れた10枚の写真があったね。男が友達に写ってるの。で、初め菊持ってるね。菊を持った茂木町だから、菊地を。なんとか菊地を。最後ね、黒いバッグだけで、消えた茂木町って書いてあるタイプだから。なかなかこいつ面白いし、四大生じゃん。写真学校まで、でもなーって時に、大貫賢章さんの妹さん、大貫ゆき子さん、スタイリストで一緒に事務所やってて、彼絶対入れた方がいいわよって話になって彼入れたわ。でその後もう1ヶ月もしないうちにたまたま知り合いのこうアンティークショップっていうか撮影のレンタルしたところに行ったら藤代がいてて、ごめんさんアシスタントにしてくださいってわけで、お前何やってんだって聞いたら、俺ね文章を書いてね、アクター歌手を取るんですよって言うわけ。バカ何言ってんだよってね、もしね、本当になんか書いてもよかったら入れてやるって言って、うちの若谷の方はもう本の虫で、寝る前も必ず本読んでる。だからちょっと書いたの持ってきたら、よかったら入れてやるって言ったら、本当にこの子取っちゃうかもしれないわけ。すごいってわけ。で、嘘言えないからしょうがねえからさ、無事終了だっていう。全然なんか性格の違う二人でさ、もうあれなんだけど、あんまり教えたっていう気はないですよ。でもね、今でも一緒にやったりとか、うん、で、それで、まあ一番きっかけになったのはバンタに入った時じゃない。で、あの時はもうなんかやること全部やったし、みたいな。イエローちゃんはめちゃあったりして買い持ちになったし、やりたいことやったし、で、じゃあ写真ってなんだろうって考えるためには教えるのが一番だっていうことでバッターで自分のやったの。で今もだから結局こう参加してるアマチュアの人たちとかしてるけど、なんかこう話をちょっとこっちの方に持っていくと、まあこの今回の写真っていうのは主観写真なんで、これ説明っていうとまあ長くなっちゃうんですけども、あちょっとこれアップこれサブジェクティブフォトグラフィーっていう、要するに主観写真、日本では主観主義写真って言われてるんですけど、これ50年代で1950年代51年だったかな。オットー・シュタイナートってドイツの写真家の人が、もう今現在と一緒でカメラが良くなってフィルムも良くなって、写真っていうのは単純にちょっとした技術で勉強すれば誰でも撮れる。
で面白くなくなっちゃってるっていうことを停止して主観で写真を撮ろうよっていうことを言い出した人、うん、ちょうど日本で言ったらドンケンさんの写真リアリティを撮って、これ何の本かっていうとドイツのフォルクワングミュージアムっつって、うん、オットスターナイトの作品とかを全部入れてるところで、これは1950年代にオットシュタイナートが主観写真展をやった時のものを30年後だから1984年から5年にかけて世界ツアーをした。50年にその主観写真だって言い始めた時に写真展をやったのを回顧展を全部したカタログになってる。で実際的に主観写真何かっていうと、あの誰も定義がされてないんです。これって2021年に東京写真美術館で主観主義写真展っていうのをやることになってるけど、その時にどういう定義付けするかって僕すごい興味があって、で新山さんなんかもをはじめとして、まあ、あの木島さんもそうだし上田昌司さんもそうだけど、大体戦前に30年代から後には大体主観写真っぽいのを流れで撮ってる。それは何かって元のその前のドイツの主流の新即時主義っていうものを、ものの意味はなくてものを撮るっていうか流れでこっち来ててんだけど、これ見て分かるんだけど、これ要するに主観写真だって落としたあの跡がこれが主観写真だって認めて写真、これ見てみると分かるんだけど、でこう見ていくと、これまず建築写真、これ何年だか、これ51年撮ってる、これ建築写真、これもその主観写真の中に入ってるわけです。これなんかもう広告写真、これはもう完全ドイツの30年代の新植物主義のこれ椅子の写真で、もっとくくっていくと面白いのは、この辺りっていうのは結構あの新山清とかその当時の大藤さんとか、ここにこれ後でお見せしますけど、これ主観写真で1957年に1回日本でもやってるんですよ。でこれなんかはまあちょっと一見何撮ったか分からないっていう、それは僕の定義なんだけど、主観写真、まあこういう写真がこの辺もこういう感じって言っちゃうよ。で、これなんかも完璧に作っちゃった写真だけど、上にあるホーツクちゃん の、似てるね、うん、でこういうなんかこうちょっと変えたいみたいな感じもあるし、でこれなんかツージャースナップ写真の巨匠ブレッソンですよ、33年撮ったのもオットシュタイナートはこれが主観写真だって入れてるわけだから、実際的に定義ってないのに等しい。この辺り結構あの一番あれ、あ一番さっきあれね、あちょっとこれちょっとあれだね、音が難しい色するねまあいいか、これじゃあお願いします。あこれハンドルと音声これ1968年で、これ鳥取砂丘雪が降ってこう雪が積もってないところがこう黒くなる。これ多分これ2011年これスキタさん、あのデビッド・ボイトってスキタさん、これ2011年あ、こんなに古くないんだこれ。古くないで、これ木島さん、これはまあヌードだから主観って言われて、これ田島で、これ蓮井さんの、で、蓮井さんのなんかこう木にちょっとじゃあ入ってこういう手持ちで写真撮るタイミングだから勝手に
これ主観写真なのっていうのがすごいミイラです。ミイラです。で、この辺りって結構わかるよね、やっぱり。これもホイナギとかレイオグラムみたいなのが30年代の、そう、年代これ47年経ってるけど、これがその主観写真言い出した人の夫をしたいな、50年で、これ必ず写真の教科書に出てきます。で、50年代ドイツの要するに主観写真っていうのを流行らした人の夫をしたいな写真として出てきます。これだから池谷さんのあの写真みたいなのを人が写ってるんだけどもボケてるっていう。で、夫をしたいな後の弟子じゃないんだけどもの教育を受けた生徒がベッヒャー、ベッヒャー夫妻で、彼は主観主義で、ベッヒャーは客観主義の写真を撮って、その、弟子というか生徒のグルスキーとトーマス・ルフ、トーマス・ルフはどっちだったらベッヒャーの方に。あ、その流れなんですね、あの2人。そうそう、だからドイツの写真っていうのはもともとはだからバーハウスの僕にね、本当はだから結局カイデンスキーの抽象画みたいなとこから全部来てて、うんうん、夫をしたなと思って、うん、ベッヒャー夫妻が受け継いでそれを継承したのがグルスキーで、トーマス・ルフになってて、その2人にいっぱいドイツのロレッタ・ラックスとか、うんうん、アイドルカメラマンとかいるじゃん。でそれの一つの流れが50年、これなんかもそうだし、これも主観ちゃ主観だしっていう、こういうだどれがどういうので主観かって、まあこれなんかもう主観ですねみたいな感じするけど、これこれなんか不思議なのは、これってビル・ブラントってイギリスの有名な写真家で、これは彼の一番最初の作品の文学的英国ってリタリチャー・オブ・イングランドっていう写真集があるんですけど、デビュー写真集、その中の有名な写真、これで37年の51年かなんかに夫したのがピックアップして主観主義の写真で出したわけだから、これなんか報道写真かなみたいな。結局まあどれが主観写真でどれが主観写真じゃないっていうのはないわけで、いろいろこうまあこの辺りなんかそれっぽいなっていう、こういう。実際的に21年に年明けでやるときどういうくくりでやるのかなっていう、あ、そういう予定がなんか予定があって、2021年に主観主義写真展をやるっていう、これは、これ、宮山清志、うん、こうコンタクトありましたよね。ここじゃ、で、これはフカヒレで、あ、これフカヒレなんですか。フカヒレ干してるところ、これ、大戸薫さんって言ってそっちも出てたけど、やっぱアマチュアの人っていうか、宮山さん、上田昌司さんが生まれたのが1913年で、新山清さんはそれ一つ上だから12年で、23年リチャード・アベル、33年がホセ・エイコで、43年ニック・ジャーマンとキース・リチャードで、53年ゴミアキロ、3のついてるから全部覚えてる。で、これなんかもずっとこう30年代の写真をこうピックアップしてる、これはもう54年50年代のこっちだったんです。こういうで、実際的にはなんかどれが主観写真なのかなっていうのはやっぱりはっきりしてない。なんかでもこの流れでいくと、そのクーデル方がすごいこの中に入ってきそうな感じですけどね、うん、多分だからこの時代だとクーデルカまだ、あそこ向こうにいたんじゃない、僕最近あのブレソンの DVD 見たの、それにクーデルカ出てきて、自分がこうあるのは あのもうブレソンのおかげだってなんかどこで考えたかと思ったから、パリ出てきてブレソンにあってその海岸してマグナム入ったらなんか死んだけど、だコンタクトがなんかそこまで出なかったんじゃない、だってブレソンの写真が30何年のここで出てるんだから、33年だから、
50年その後に撮った時に、だからクルデルからどうなのかな、入ってくるのかどうかな。でもう一つあのカメラってスイスの雑誌があって、それも要するにオットシュタインが編集してて主観写真やってて、その時にアーピングペンとかも入ってる。ああそうなんですね。アーピングペンがパリかどっか街並みのとこで花束を担いで、まあ、ブレた写真とか出てて、いやもうそうなるとウエストンとかそこら辺も入ってくるから。ウエストンはだから入ってこないんだよね。だからなんかね、見てるとアメリカの作家ってあんま入ってきてない。あ、っていうことはもうこれはやっぱ昔、まあ単純に結構アメリカとヨーロッパなんかこう、うん、ね、こうなんかあるじゃないですか、ちょっとヨーロッパの作家とかアメリカの作家スクリーン付けのね、そうだからそういうのあるかもしれないね。今でもそうじゃない、やっぱ上田庄司は絶対アメリカじゃ認めないけど、うん、ヨーロッパって認めるみたいな、そうそう、ありますよね。なんかそうだから絶対的にドイツと、うん、要するにさ、アメリカのお家、うん、アメリカってあのスティーブスが始まってウエストランってずっとこう来てるのと、やっぱりドイツの系統、うん、もうこういったらってバンハウス終わって向こう行ってるかってドイツのとは一緒に交えないじゃない、うんうん、それは今でもなんかね、うん、やっぱね、だって言うからあの、誰だっけ、この間やつさ、あのダイヤマーキレーだって、うんうん、あれはもう完璧にアメリカ国威をさ、うんうん、全部投じて、いろんなギャラリーか何か盛り立てて、うんうん、もう権威を、それはずっと同時にやれっぱなしだったわけだからさ、うんうん、だから そういうあれだって、アメリカのっていうのはあんま入ってないじゃん。そうかもしれない。でも特にそのぐらいの年代だと、まだ、うん、そうそう、戦後のあれで、だからドイツはアメリカ大嫌いですからね、大嫌いで、大嫌いで、なおかつ負けてるしさ、うん、それでもうやっぱりアメリカのこのやっぱウエストとかが筆頭なわけじゃない、うん、ね、だからやっぱりその出てきてないもんね。これいろんなイギリスは出てきてるんだけど、ヨーロッパのアメリカのがないもんね、うん、でこれなんかはこれは結局あの新山さんの写真とかって、これ全部ヴィンテージピーター、ドイツのキッケンギャラリーっていうとこ扱ってて、そこが出したこの要するに日本主観主義者、はい、これ全部新山さんが出してる、はい、これ見るとちょうどいいタイミングで新山さん来ました。あ、じゃあここに椅子を1個用意しますな。ちょっと椅子1個でいいですか。どうしました。いや、ちょうどね、今あの私の YouTube チャンネルを収録してまして、はい、今ちょうど新山さんの話になったところに新山さんが来ました。何ですかそれ。いや、その経験ギャラリーで、はい、この主観主義写真の、うん、これちょっとこれはですね、キッケンギャラリーが実際にお客さんにあげるためのフィルムなんですよね、うん、それこういうのを作って、これ何人ですか、浜本さんと、それから、大藤香織さんとか、これなんかこれ何年ぐらいの写真ですか、この人の場合は1900、この人はちょっとまだ新しいですね。60年、うん、でこの辺りずっと、うん、これあのあれなんですよ、あの大体があのドイツのエッセンのフォークバンクミュージアム、これです、フォークバンクミュージアムってことで、オットシュタインアートのあのそうそう、オットシュタインアート のアシスタントだった人が館長ずっとやってて、はい、まあその人いろんなコレクションしてるのに、で中の何人、これはほとんどの人は大藤香織も原本幸三も新山清志も入ってるんです、本庄幸郎と。日本でも57年に主観主義がやってるんですよ、うん、で結局だからその頃はあの古い人はもう戦前からこういうのを撮ってたんだけども、うん、戦後になって土門さんが出てきて、うん、写真リアリズムを唱えるわけですよね、うん、でそれにはちょっともう 大きな裏っていうか、要するにマスコミ、朝日新聞社、毎日新聞社が全国のアマチュアの組織を作れば、うん、今みたいに iPhone でパッていって音になるじゃないから、うん、地方で事件が起きた時には、うん、要するにそういう人たちが撮ってっていうの、うん、全日本なんとか連盟とかっていくつかあるんですよ、うん、でそれを頭にするのに土門さんを担ぎ上げたと、うん、
で、なんで土門さんになったかって、本当だったら木村平さんとか名取洋之助さんの方が全然年が上だし、だって土門さんは名取洋之助の日本公募でめちゃくちゃいじめられて、もう涙流したっていうくらいにいじめられていじめ抜かれたわけで、木村平にはボロクソ言われてるわけで、お前みたいに田舎も国帰れみたいな話で、で本当だったら名取さんとか木村さん伊兵がその主導権を握って戦後の日本の写真が作るはずだったんだけども、彼ら二人とか金丸茂根日芸の芸術家、彼らは全員が戦犯になっちゃった。僕はその名取さんの本なんかを読んでみるんだけど、僕も当時やっぱ報道やったら戦地に行ってやったと思うんだけど、結局ライフだってプロパガンダで日本が悪い、ナチスが悪いっていうことをやってるわけで、名取洋之助もそうだし、木村伊兵さんなんかも満州に撮ってる、で土門さんだけが戦時中に戦中に共産主義者だって特別警察で捕まってることがある。ああそうなんだ。それで拷問を受けて行くが動かなくなったっていうあれがあるんだけど、それで結局彼はそういう戦争に協力しないっていうことで孤児巡礼を始めるわけ、戦後に。で唯一日本のリーダーとなるのは土門さんしかいないわけ、でそこで全部日本のもう自由本舗に、あの新山さんとか他の人たちや上田さんもそうだけど、自由本舗に、まあ昔で言ったらサロン写真で買ってたお芸術写真、まあ、特に関西の方がそういう、いわゆる自由なんですよ、昔からね、安井なんかとか、まあ、そういう人も含めてね、皆さんだから上田商事もそうですね、からシュピーゲルだとか、ああいう昔の短兵だとか、まあ、ああいうクラブが戦前から戦後にみんなかなり楽しい写真を撮ってたので、ね、まあ実際的にはこういう写真を戦前から撮ってるんだけども、やっぱ時の流れっていうところからその、まあ、マスコミっていうか報道の方に大きく寄って、うん、絶対スナップの絶対非演出っていうことで、まずは上田昌司さんは葬られるわけと、うん、そういう季節があるんですね。でその後にそれを変えようとしてできたのが、うん、要するにマグナムをコピーしたセルフエージェンシーで補正さんたちのビーボーのグループの8人とか、補正さん、奈良原さんと佐藤明、なんとか、トーマス照明さんなんとかって出てきて、でそこの後にそれを解散した頃に森山大道さんが補正さんの銀座のビーボーの事務所に来るわけ、もう終わっちゃったよって、でもしあれだったらうち来るっつって、補正さんが森山さんのアシスタントです、うん、で今一番森山さんのコレクションを持っているのは補正さん、なぜかったら森山さんが食えない時にダンボールのボス全部俺が買い取ってやるっつって、うん、買い取ってるから、だからあの統計あそこが一番、うん、個人的なコレクションとして僕が一番持ってるのは補正さんだと思う、うん、っていうのは60年代アメリカの方に行って自分もこう売ってるんだけど、うん、買わせて日本にお金持ってこれなかった。ああ、そうだね。それで向こうの有名な作家のやつは買いまくってるわけ、どん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 。で、大原なんかがあの言ってんな、授業でどういうのやってるのって、なんかアスラータムスとかウエストの写真でオリジナルプリントボンって見せて、どうだ、いいだろ、国政先生がいいだろって言ったらよくないと言えないし。で、そういう流れで、だから、で、その後荒木さんが出てる。だからそういうところで結構こう潰されちゃったっていうところを僕はすごい興味があって、もしもの世界、たらればの世界で、あれだ、そういう戦争とかそういういろんなあれもあるんですね、この中で。まあ、なんか新山さんのあれですよね、あの手紙来たっていうの50年代のお年となったら違う、うん、松山来てた51位にですよ、53年ぐらい1953年ぐらい、確か、愛媛県東羽布新山清志、松山じゃなかった、田舎だから、よく来たんですよ、それでね、おっとしたなとか手紙が、
愛媛県東波部新山で、まあ東波部という、まあ、そういう田舎の町があったんで、そこに来たんですよ。それをオットシュタイナートが、まあ、オットシュタイナートよりも新山教師の年が上なので、まあ、どこで見たのかよくわからないんですけど、まあ、へりくだってる文章で書いて、もうとにかく、尊敬するとの方みたいな感じで、できれば、主観主義あるから、写真を11、14で招待するから持ってきてくれないかってのことをこう書いてあるんですけど、ところが、英語わかんないから、そしたら、ほったらかしにしてたら、どんなようなことが。で、2回ぐらい来てるんですよね、手が。で、それなんか誰か本屋から言ってもらって、それも今持ってるの、その、ああ、そうなんだ、その、あの、レターヘッドは、うん、お父さんそのレターヘッドをコピー取って、うん、ちょっと向こうでドイツで、コラム十何年前に、うん、もう本当にもう小さな、まあ、ショップってモノクローム社っていうところのショップで、フォトキナに引っ掛けて、うん、で、そこでこう出した時に、うん、ちょっとそのコピーだけをちょっとこう出してる、うん、それが金券のメントマッチャーです。ああ、そう、ね、それだ、それベルリンにあったんですよ。で、こう来たら急にモノクロームっていう会社で電話かかってきて、なんかギャラリーのオーナーが来て、本、写真を買いたいと言ってるけど、うん、さあ、もう僕もギャラリーはこっちでやってたんですけど、売れないだろうなって感じで、そしたら、いただいて、じゃあ任せるみたいなことを言ったら、そこはからじゃ1.25万でどうかをつけるというか、うん、OKOK ってやっちゃったんですけど、うん、2.5万ってそこがスタートですね。福田新山さんが全部日本の作家をこう集めて、うん、キッケに送って作ったこの主観写真の写真集、うん、そうです、そうです。あ、じゃあこれがこれはキッケギャラリーが要するにお得意さんに配るように、だからまあ向こうの美術館だとかコレクターの人とか、そうなんですね。で、これは同じようにキッケンギャラリーを作って、これ新山清さんの朝顔ってシリーズなんですよ、うん、で、これを見ると本当に視界写真、これ僕は初めてなんか筆で描いたなんかあれなのかなと思ったんだけど、これ朝顔、うん、あの何年かね、3年間、60何年から3年間、毎年朝顔を積んでガラス板の上に挟んで、下からこうライト、うんうん、今これ全部スキャニングして電子書籍で遊ぶんですけど、産後で撮ってる、でこれをこう、これ全部18点ぐらいなんですよ、これ結構、そうそう、ヴィンテージはね10何点なんですけど、まあ、撮ってるカット数は300カットぐらいなんですけど、一応まずあの見てる人に説明するために、キッケンギャラリーっていうのはどこにあるギャラリーですか？キッケンギャラリーっていうのは、はい、今はドイツのベルリンにあるんですが、もともとはケルンにあったかな、はい、でそのドイツで一番の老舗の、ギャラリーですね。あの写真を販売するギャラリーとして一番古いギャラリーで、80年代ですか？もう40年ぐらい経ってると思うんですよ。でルドルフ・キッケンっていうのが23歳か4歳ぐらいアメリカで勉強して帰ってきて、今から作ったギャラリーなんですけども、まあ、かなりいい仕事をそのやりましてね、日本でもヘルムート・ニュートンを日本に連れてきた時に GIP の倉持五郎さんっていう方と一緒になってヘルムート・ニュートンを連れてきたりだとか、いろんなあのそれはキッケンの、キッケンとその倉持さんが仕事してるんですね。で、そのキッケンが、そこから今度ベルリンに移る。で、ベルリンで、まあ、今ずっとやってきてるんですよ。残念なことにね、今から言う3、4年前に、ドルフ・キッケンというのが癌で亡くなっちゃうんですよ。で今から3年ぐらい前かな、パリフォトで、グランパレのところで指導部会って全部カメラあとギャラリーが来てるしキューレーター来てるし写真家も来てるから、
そこで大々的な忍ぶ会をグランパラでやったんですよ。3年前ですか。3年前。あ、じゃあちょうど僕が行ったな。あの行った時。そうそうそう。あ、じゃあ僕が一緒にあの、うん、出した時から。あの頃ですか。はい。そうそうそう。あの時はあの僕も行けたから。はい。そう。やってます。ああ、うん。なんか一緒のあの。あのホットフィーバーっていうあのルーブルの地下で、あの僕出したあのサテライトで出した時に一緒に出したの。そのあの時です。で、一応キッケンっていうところは主にあれですよね。ほとんど亡くなられた作家で生きてる人も扱ってんですか。あんまりいないんですよ。あんまりですよね。僕ちょっと名前出すとまずいんだけど、ちょっと何人かにあの。私あの必見に やりたいかなって言って持ってって見せたことあるんですけど、うん、今あのほとんどの人が亡くなってて、今現在何人かあるんだけど、もうほとんど数年以内に亡くなっちゃったんですよ。その頃おそらくアービングペインだとかなんかだったと思いますよ、それ、うんうんうん、あの頃ね。ヘルムト・ニュートンはもうすぐ持ってるんですね、うん、あとスデックだとかね、あのチェコスロバキアあたりの写真をものすごい持ってますね、うん、でこれはね、また別でこのなんてドイツのやっぱ出版社が、うん、これね、すごいいい写真、これ新山さんの写真に載ってるんですけど、でノーチラスって実際にこれあの大向かいの、うん、で貝をね扱った写真が全部乗っかってるんですよ。でね、アマゾンでね2700円で売ってるね、これ買い得なんだけど。でまあもう全部ドイツ語で何書いてるか全然わかんないんだけど、要するに実際的にずっとドイツ語で書いてあって、まあ初めの部分にここに出てるのこれ黄金分割、黄金螺旋、貝のこの巻き方が黄金螺旋になってるっていう、これ。これはこの階段の螺旋はこうだけど、階段のこの黄金螺旋になってるよっていう、このそれ黄金分割について、まあ、多分なぜそこに見せられたのかなってこうどうする書いてあるんだけども、これがもうフラクタル係数って植物が生えてく生え方の速度のあれが黄金分割自然にあるわけだっていう、これひまわりの種の黄金螺旋、これ銀河系のこれもそのいうことが書かれている。でずっとこうあって、これずっともう貝を使った写真が出てる。でね、ここで40何年代のところに、こう絵画とかに使われてる、ね、ボッチェリービーナスの誕生、絵画使われてるよと使われてるよ。ここずっとなんかいろいろこう書いてあるんですけども、これタルボット。タルボット。もうだから1800何年の写真ができてすぐぐらいから、うん、これも先進めちゃうんだけども、一番最後がこれ、はい、デイビッド・ラチェペ。ああ、ラチェペだ。うん。ファーストにもう21世紀入ってからのファーストの。これ結構最近出たの。最近出たの。だこれはピエールとジルでフランスのカメラマンで、ピエールってカメラマンでこれだけ撮ってて、これ全部。あと帰って僕彼らのアトリエ行ってあれしたことあるけど、ね、全部帰ってた。ここまで出てる。でここは新しいところで、ここずっとここから順番に見えていくと、もう一回タルボットが出て、これタルボットがあって、ここだったかな。ん？あの主観主義のがね、言葉的に出てた。ほっとしたなと思うんだけど、こんなの出てきますね。それからあと、これ、エドワード・ウェスト、うん、で、これ、僕は初めエドワード・ウェストやったかと思ったら違うんですよ。同じものを撮ったのがね、次のベースで、この人が撮ってる。アルフレッド・ナント。こっちエドワード・ウェスト。あ、同じものを撮ってる。うん。なぜか、ほぼ同じが。同じ、そうそう。もうほとんど同じで、ちょっとライティングが違う。そう、ちょっと調べたらやっぱり結構もう年をしてました。うん、古い、
かなり古いしてきます。ウエストちょっと新しい。これはだから解任文中解任官ですよ。解任官。解任写真。ずっとこう。この際なんかやっぱりあれと同じ系統だよね、あのだっけツタとか植物撮った人のタイポグラフィーしてツタとか植物撮ったなんとかってドイツのカメラマンの客観主義の始まり見てるこういうもう全部タイポグラフィーでこうやってるっていう。こうですこれマンデで、これが三山九氏これ僕の一番尊敬する女性のディーミラーマンデの彼女で、あのマンデの有名な空に唇があれのモデルですよ。元々はアメリカ人なんだけども、ちょっといろいろこの人のものすごい話があって、7歳の時にレイプされて、その後はもうちょっとおかしくなっちゃって、でニューヨークに出てたまたまパッて横断歩道を渡ろうと思って車が来て光りそうになったところをこう止められたの。でその止めた人が防具の創設者のコンデナストで、それで要するに防具のモデル始めた。で何かでやるんだけど、当時は生理用品の広告出たってことで読者がものすごい批判されて、モデルとしてもうダメだってことでやめさせられちゃう。でそれで自分は写真をやりたいっていうのでパリに渡って、前に留学したことあるから、でマンネのとこにアシスタントしてくれって言うんだけど、もうその時はもういるからいらないって、もう私もう今日から泊まり込みでやりますって言って、で当時はモンパルスのピピってマンレの彼女がいたんだけど、そいつを追い払ってもマンレがメロメロになるんで、で手記にあるのでリーミラリーミラってずっと書いてる。で夢中になったところにエジプトのドカネモシと略奪結婚、奥さんと結婚し合ってマンレと離れて、その後イギリス人の美術評論家と一緒になるんだけど、その当時第二次世界大戦が起きて従軍に防具で写真撮らせてくれって、うん、彼のヒトラーの浴壺で自分が使って写真撮ってるの、で最後なんか料理研究家だからものすごい腹落としてすごい、すごい腹落としてめちゃくちゃビシッマンデで、だから三山教授でこれ面白いな、こういうなんかこうなったらよかったホーストとか出てくる、これ、これか海外、海外これ何人って書いてあるか分かる、多分40何年ぐらいかな、かその前かな。ホーストもともとイギリスボールの専属写真部長というかカメラマンだったから、よく海使ってるので、でこういう、あ、これ、これ何でしたっけ、ショタさん、どうしてんの分かんのこれ、マッチフォトグラフィーアフターですよね、アフター、ナハアフター、1945年以降のドイツの写真で、要するにサブジェクトがフォトグラフィーだから、結局45年以降のあれ、要するにオットー・シュタイナートがそういうこと言ってるよっていうのが出てて、この次に出てくるのがこれ本人しかし落としたんです、で子供は実際的にはいろんなキッケンとかいろんなとこからこの出版社が集めてきて、だそのこの落としたなったここの写真展もやったみたいです、後ろに出てるんだけど、これその落としたやつにどっか出てるかったら、ここをこういうふうになったらギャラリーこれじゃんから全部出てる。でこれ三山さんのどこにかこの写真使って送られてきたので、うん、これいいなって言ってアマゾンで検索したら予約注文もう速攻出したら結構早くって、早くね、
で、まあ、一応そういうことで、まあ、主観写真なんな何かとは分からないんだけど、まあ、じゃあ今回 の, そのセレクトは全部そう、僕はで4月ぐらいから4回ぐらいやったのかな、うん、主観写真を撮るって言われて、新山さんの写真見たりとかやってぐらい撮ってやって、たまたまここがもう今月で亡くなって安く借りられるっていうことでやる。だからもう横井さんなんかも出すよって言われて、で何で出すのって、花の写真出してよって、でみんなそのワークショップって言って、えってどういうの出すのブルー、横井さんが言うね、いや写真は全部主観だからいいんだよどう出してもっていう、いや僕もそう思う。大和田の写真もそうだし、やっぱあの蓮井さんのだってもともともうずっと見てそうだし、ね、まあ木原さんのあのブレスみたいにピチッと写ってるから、あれフェイスに出た時に、あこれ絶対人物がやっぱりあんまりいなかったから、あれ見た瞬間にオッチョしたいなってあの写真を思い出して、うん、あ出してよって、あとでじゃあ上にあるやつ、ね、上にあるやつ、あの僕のやつはなんかプロジェ撮影して、それをプロジェクターで投影して、その場でプロジェクターで出して、その場でもう一回それを10回ぐらい繰り返すで撮ったやつなんですね、うん、その間に2回衣装を変えたりとかして、うん、だから最初に投影したやつはもうボケボケになってるんですけど、もうそれを繰り返してって解像度がどんどん下がって、うん、であとはもう全部なんかもう蓮井さんは田島はあれはうちのアシスタントでしたけど、田島あれね、月田さんとね、田島はね、たまたま蓮井さんのとこにちょっと今回出してよって言った時に、蓮井さんのとこって家の階段とかにずっと写真飾ってあって、とったら月田さんだと田島のかとか、これ貸してよって言ったら、あ、いいですよっていうことで、あれなんか11年だから結構最近の月田さんの、うん、あれなんかもどっか違うところは見た気がしますけどね、あの木田さんのやつ、どっかで出したのかな、うん、でもあの僕も初めてあれ見て、あと上田さんのやつとかもね、うん、これあれ尾身さんはプロデュースっていうか、これとこれは一緒だ、こっち2冊あるんですよね、これはね、いつだった、何年前だよ、上田商事が生誕100年だから13年か、うん、13年で100年、そうあの、ね、そうですね、2013年、ね、1911年で2年若いんですよ、あの上田さんね、だから2013年が生誕13年で、その時土砂火で要するにラルティーと上田商事店でやるときに、ちょっと前にこの名画が見つかったんですよ。これ1991年ぐらいにずっと撮ってて、91年だか何年かに、うん、もうちょっとこう飛ばしてもらって、ね、ちょっと作りがね非常にね面倒くさい作りになってて、これ表紙なんだけど、で中にね2つ入ってる、こういう青のと、こういうもう一冊。上田さんで、あのカラーってなかなか印象がないないんですよね、うん、あの白い風だったかというのはカラーで撮ってるんだけども、それは別さんで撮ってて、これはペンタクスのあれとか、そうペンタクス、うん、これこう2つ全部40点になってて、ここに要するに裏側に滝沢健二さんが書いてる、でこれはちょっとクライアントっていうか、全フォトギャラリーで写真展やって、全フォトギャラリーが要するにパトロンになってるって金出してて、ちょうどその時パリフォトに出すから英語のやつ作れっていうことで、これ英語のになってて、で日本だとやっぱりね、表紙こういう作品じゃ売れないの、これで誰が上田商事って分かるんだみたいな、
まあでもこれ上田庄司っていう印象ないですよね。こういう写真があったんだっていう感じですね。でこっちで見た方が分かりやすいんだけども、これほとんど晩年足悪くしてね、外出られなくなったっていうことで、これは一発ショットなんだけど、ほとんどはね、こう多重録音なんだよね。自分の、あの鳥取のスタジオにこういうホリゾント作って、で、こういうものを黒バッグで撮っておいて、で、空と山のあれをもう一回撮るっていう。で、これ、90何年かに野菜ペンタックスのカレンダーを上田さんがこの同じ星で撮ってて、ちょうどその時に、あの一緒に行ったペンタックスの人が知ってて、あのいやこれ一緒に僕行って撮ったんですよとか言って、なんかねヌードだったらしいんだけど、夜月をね夜空を撮っていて、でね上田さんがね、その人が控えるの、ね、で上田庄司が月中央からちょっと右って1カット目とか、ね、でそれよりもうちょっと右とか言って、でこれペンタックスだからブローニーじゃない、それをね夜撮ったやつをホテルに持ち帰って巻き直す、それで昼間ヌードだから、そのヌードのとこなんか砂丘だからそういうところで撮ったやつを合成させて、だから何番目のやつどのくらいの位置に入ってるかなって、それをアシスタントしてたって言ってそういう合成の仕方をしてるの、てっきりプリントでやってるのかと思った。プリントじゃない。プリントじゃないんだ。うん、で、これね、もともとはそのペンタックスで、講演家をやるためにスライドを作ったんだけど、それのデュープが見つかったわけ。80何点。で、それ見てると、やっぱずれてる。微妙に。だから、そのずれてるとこを切ってこういうふうになってるけど、実際的には、多重してる。これなんかです。これも月はこれなんか描いたものをこうやって全部こう多重録音、これなんかちょうど多重録音しかしてるんだ。そう。すごい。で当時はだからそんな、なんていうの、あのプリント上でってここまでのできないじゃない。だから多重で、で、あのそのペンタックスの書いてる文章書いてる立田さんがね、これをやってる時にね。ちょうど会いに行って見てる、それでじゃあそれ書いてって、しかもペンタ67ですよね、うん、そうね、67ってこんなきっちりいかないですよね、あれ。いやだからね、かなりずれてるの、ね、あれ現像、自分で現像してみると分かるけど、ものによってこれすごいずれてるね、巻きが。それでだから僕はその産後とかでまだ多重録音装置みたいなの、でやったのかなと思ったら、そういうわけじゃないの、昼間と夜で、だ全部夜で撮っとくっていう、だから、うん、でなおかつ産後ならともかくさ、ブローニーあれ巻き直すって大変だよ、あれ、ね、こっちスクロールからこう丸まっちゃってるしみたいで、でこれなんかもなんか間違えてなんかだと、これはもうほとんどもうだって、この中のうち何点かはねあるんだけど。プリントが上田庄司さんの場合って、あの人もいろんなことを実験するから、当時は千葉クロームでやったのもあるし、インターネット全部ポジで撮ってるんだけど、インターネットを起こしてた C プリントもあるし、それと大トランスファーがあるわけで、大トランスファーもね、版は全部残ってるんだけど、今は厄介なインターと。あ、まあできないということでね。あ、はい、でそういうことで、まあ、結局上田さんもいろんなことをプリントの方法をやってるんで、オリジナルがないんです、それで、まあ、どういう色を調整するのかって聞いたら、聞くっていうのは要するに今上田庄司さんの著作を管理しているマスタインさんとお孫さんに、これはもうそれはもう小木さんのあれやってくれっていうことで、こう全部勝手に色を全部ノートに書いてこう作ったっていう、これなんか
だ結構何点かは大きな写真集には載ってるんだけども、あまりこの40点全部載ってるっていうのはこれしかない、うん、これ全部モタポジなんですね。モタポジだからその選択肢というか、うん、645だったやつかな。あ、645だ、67じゃないんだ。67じゃないと思う。プロポーションがね、645っぽいですよ、ね、645で、それをこっちの手元にあったのは流布したやつの忍のデュークじゃないですか。そう、忍のデュークを忍を2枚やって半分に切ってやってるにしてるっていう、それを一応こういういうあれです。まあ、なんかこの展示の、まあ、そういうコンセプトでまた次、先ほどちょっとちゃんと話出ましたけど、もう一回結局ソシャビでやる、なんていうのか、まあ、どちらでやるかどうかはちょっと、インサイダー情報なので、それは公にできないんですけど、まあ、なんかその、ただ、僕が思ってるのは、やっぱり、はい、こうデジタルカメラができて、アマチュアの人がどんどん撮るようになって、なんていうのかな、もっと考えて撮ってほしいっていうか、物を見て撮ってよって言うんで、そういうのを始めたの。だからもう、何も見ずに撮れば全部きれいに撮れるってなって、自分が何を見てるか、ただ主観で撮ってるっていうか、何を主に見てるかみたいなところで、まあ、どういうものが主観写真か分からないけど、やってみましょうかみたいな。だから今はすごいなんかこう変わる時期だと思うんで、こう、まあ、こう作品もある時にはバーっていったり、今こう平行時代日本のほうも売れないみたいになるし、かといってアマチュアの人たちがこうね、どん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 作っていくって、プロとアマチュアがこう境が分からなくなっているので、まあ、もう一回ちょっと写真見直すので、まあ、大丈夫だよね。あのうちの親の場合はね、あのどっちかっていうと主観主義って言うんだけども、そうじゃなくて昔からもう、あの自分が一番好きなのは風景だって言ってる、うん、で風景なんだけど、風景の写真をいかに切り取るか切り取るかっていうところ、風景の中を撮るときに、まあ、いろんなところでこう考えながら撮っていて、それがまあ、ずっと写真展もほとんど1回しか行ってなくて、延々何十年間も自分の風景写真の中のちょっと自分なりの切り口を出そうとずっともう、考えて主語してるわけ、ね、で、まあ、いろいろ書いてる時にあるんだけど、写真撮った、現像した、いや、神焼きした、やっぱりいいんだよ、自分の風景の至らなさがなんかあるなっていうようなところで、こうずっと、まあ、でもますますそういう写真は撮りたくなる。で、まあ、うちの父親を知ってる人たちに言わせると、もうほとんどあの写真撮る前までがものすごい時間かかる。で、まあ、大体構図が決まったら、そこで撮るときにまたあのじっくり変えるから、うん、まあ、その戦後のこういう時代もそうだったと思うんですけど、やっぱりこう、あのうちの方なんか特にもうお金があるんじゃないので、もうギリギリに撮ってたから、やっぱりそのあの時間かけながら撮ってた。で、まあ、お弟子さんなんかの方のが皆さんいいカメラ持ってるんですよね、あの戦後の間もなく。でもボロカメラでいい作品を残しとったよっていうようなことをね、みんなが言ってるんですよ。だから機材じゃないから、だからこのパーレットっていうなんかもみんなライカがみんなもう中心だった時に、パーレットっていうのはもう10分の1か何十分の1のこのような写真で、それでもライカに負けないぐらい撮るんだって一生懸命、カメラのそのあれを研究してる、うん、まあ、割合ね、パレット自体の写真なんか見てても、ピントもいいし、うん、なかなか、カメラのことはよく知って撮ってるなと。だから皆さんね、普通の人がこう戦前の人が撮ってるパレットで撮ると
やっぱりボケるのね、もうちょっとね、あの、アーサー感度も低いし、から手振れはするしね、そういうところにきちっと三脚ついて、で夕方だとやっぱり夜撮れないからね、まあ、そういう時にも、ね、で結構ね、まあパーレットの方の写真やっぱり2000カットぐらいまだ写真が残ってるんですよね、あの、ネガ、ネガは2000カットぐらいあって、数百点は焼いてるんだけど、そのパーレットっていう、その4センチ ×6.5 っていう幅のフィルムなんですよ、ベスト版です。それはそれが、まあ、戦後になってくると、この、ソルントン、この辺のところはソルントンって言って、今一眼レフですけど、で、これになってくると、近づいたりできることになってくるから、制作意欲が相当増した。ただ重いんですよ、その機械が。僕も一緒に持って行ったりなんかしたこともあるんで、すごい重くて、まあ、それなりに、今戦後間もなくこの辺の時代にずっと撮ってる写真を、まあ、やっぱり僕は一番好きですね。選んで。はい、それからさっきの戻っちゃうんですけど、まあ、今後も作成した人に自分考えながら撮ってほしいっていう、だから、ね、なんかこうワークショップでアマチュアなんじゃなくて、うん、そのギャラで売ったりなんかするのを大和とか言ってもやったと思うけど、コンセプトを作ってというか撮る前に考えるか、うん、撮った後で考えるか、撮ってる最中に考えるかっていうので、あまりもね、何も考えてないのがいいよね。うん、だから昔の人って、さっき新山さんがおっしゃったように、撮りながら、コンタクトのやつもすんごい分かるんだけど、うん、3枚ぐらいしか撮ってないんだけど、それがこう、微妙にっていう感じじゃなくて、かなりちょっと違った角度で撮って、でまあ、撮りながらこう考えてるんだろうと思うんだけど、それプラスに撮った後に飛びだから、昔の人ってやっぱ因果子が高いから今みたいに余白残さないわけ、ほとんどのヴィンテージプレートって目いっぱいギチギチに縁なしでもうできるけるところを少なくしてみたいな撮り方してるから、それも66で撮ったりパールで撮ったりサンゴで撮ったりしてもトリミングも撮ってた中に考えてると思う。もう少しだからそういうことを考えてやっていく、ただもう撮ってるんじゃなくて、なんかもう一回考え直すとできてんじゃないかと思うんですよね、写真全体を。まあそういう、まあそういうことでなんか偉そうなことしちゃったけど、いやでもなんかそういうね、若い人に対してこうメッセージになっていいと思います、うん、はい、じゃあありがとうございます。本当に締めますか。なかなか思い想像以上長くなって。想像以上ってさ、あの池谷さんのやってるさ、撮影のやつ2時間ってあれみたいな。あれなんであれ編集しないのって。いやなんかね、編集しない方が面白いよね。いやすると編集されたものは世の中にいっぱい出てるから。編集されないのを結構みんなが見て、確かにね、こうマニアックに楽しむ。わかる。なんかね、こう。とこう早送りして見たその瞬間が楽しかったですね。それがいいな。それで俺結構早送りしてた。なんかもっと変わんないなと思ったらさ、延々とずーっと早かったよ。俺のだってメイキングとか 2時間2カット近くなるわけ、っていうのを伝えたかったんだよね。もう1時間半ぐらい髪の毛立たなかったんで、そうそう、髪の毛でやっててさ、まだ早送りしてもまだやってる、まだやってる、みんなまだ何も変わってないんで、こんなにここ行ってもここはもう堀何がですねとか、こっちはウエストンがですねとか、もう全然変わんねえんだけど、今日のも多分そうだよね。でもね、なんかそこが面白かったよ。実際ね、どこの時点で撮るかっていうのがさ、あ、こいつまだ撮んねえ、あ、髪の毛ここが食い込まないのかなとか撮るけど、ライティング変えてるとかどうかってあれじゃないじゃない。で、なんかいじってんのよ、何がどうして撮んないのかなっていうのがさ、
結構1時間ぐらい続くのよ、撮るまで。よく見てる。見たよ、もう。1時間髪の毛並べてるから。そう。1時間髪の毛。まだやってるよって、絶対まだ撮ってねえよみたいな。まだ撮る。全然撮らない。それは分かるよ、やっぱり。1時間ぐらい。じゃあ俺今度撮って、2時間。すみません、ありがとうございます。いくらで計量